コヒン石、またはコヒナイトは、ウランの計算円鉱物で、蘇生式は u g x 4 x で表される。多くは黒い荒金染め状で、白片は薄褐色の褐色。上根は灰色がかった黒。結晶は脆く、貝殻状に割れる。高度は5から6の間である。1954年、アメリカ合衆国コロラド州のメサ軍。 フーバーメサにあるラサルダイに鉱山で発見され、アメリカの地質学者リューベン・クレア・コフィンの名を取って命名された。バナジウムを伴うコロラド高原型ウラン鉱床は世界各地に広く分布が見られる。砂岩や熱水鉱床中の有機物を置き換えて生成していることもある。セムウラン鉱や陶類石、鉱鉄鉱、白鉄鉱や粘土鉱物などが随伴する。コフィン石の蘇生式は u g x 4 x である。1955年、コフィン一資料粉末の X 線解説パターンから進行物であることが判明した。これは、ジルコンやトール医の X 線解説パターンとの比較から明らかにされた。初期の科学分析から、計算ウラナスの一部が、ヒドロキシル元で置換されたものであることが分かった。シャーウッドによる、 化学分析は異なる3つの産地からのサンプルを用いて行われた。ヒドロキシルモト及びケイ素酸素結合の存在は赤外線急行分析の結果からも明らかとなり、ヒドロキシルモトは2を44の形で置換していることが分かった。後に、ヒドロキシルモトの存在はコヒニーシを安定して生成させるためには必ずしも必須でないことが示された。近年の電子線。 マイクロアナライザによる微細結晶の分析により、カルシウムやイットリウム、リンが多く含まれることや、様々な気度類元素がわずかながら含まれることが明らかになっている。コフィニー氏は、オルソ系酸塩鉱物のジルコンや、ト類種と同型である。スティーフラは、X 線粉末解説法を用いて、コフィニ石氏が、正方アキラであることを突き止めた。 4価のウラン 4U4 が量を共有する O8 の三角12面体を成し、C 軸に沿って4面体を成す子を4と交互に結合している。中央のウラン原子の周りを8つの塩44面体が囲んでいる。格子定数は天然資料、合成資料とも同等で、コロラド州メサ群のアローヘッド鉱山産の資料では A、A イコール 6.93KX。 C イコール6.30 KX であり、ヘクストラとフックスが合成したものは、A イコール6.977 KX、C イコール6.307 KX であった。地球上に存在するウランの大部分はコフィン石膏床に含まれており、原子力エネルギーや軍事利用において重要な位置を占めている。コロラド高原で強い放射能を持つコフィミ石氏が採取されることから、わかるように、 体積交渉には放射性鉱物が多く含まれている。ハーバード大学やアメリカ地質調査所などの研究者たちは1950年代中盤からコフィニー氏を合成しようと試みたがうまくいかなかった。1956年にヘクストラトフックスが安定した合成コフィニー氏資料の生成を実現した。これらの研究はいずれもアメリカ原子力委員会が主導していた。 ありがとうございます。